名称の由来になった鉄道員9700系車輪配置2から8から2は蒸気機関車の車軸配置が1軸、先は4軸動輪、1軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はミカド。テンダー機関車における2から8から2という車輪配置自体の始まりは1883年にアメリカでブルックス車が2の10の0系機関車の 第5道輪を十輪に改造した機関車が存在するが、これは、更新時の脱線防止目的で、工術のような過失を支える目的で作られた機関車たちとは、系統が異なる。この車輪配置の相性として、1893年に2から8から2軽機関車を導入した、シカゴカルメットターミナル鉄道にちなんだ、カルメットが提案されたが、定着しなかった。 過失を支える目的で大量生産された最初の2から8から2は、ボールドウィン社が1897年に日本鉄道からの注文で製造した BT4-6 系であり、ボールドウィン社の方では日本の天皇にちなんで、ミカドと名付け、1903年頃からアメリカでは2の8の0を強化した貨物用機関車として定着しその地位を広めていった。 ただし、第二次世界大戦中には米国では敵国の君主の名で呼ぶのはどうかと、自国の元帥であるマッカーサーの愛称で呼ばれた。日本では、その後、ドイツ式の重輪をつけないで牽引力の安定を取る、車両形式が主流になっていたが、大正時代に9900型を製造する際に、再びこの車輪配置が採用され、 その後の国鉄正式貨物蒸気機関車の主流形式となっている。米国、日本以外の2の8の2の導入はドイツは1918年に王立ザク国優鉄道の XX、HV 型で、フランスは一時大戦当時にパリオルレアン鉄道が米国アルコ製のものを輸入したのが最初で貨物機の車輪配置としても使われていたが、ドイツはクラウスヘルムホルツ式、 フランスはザラ式という一軸先台車でも二軸に近い安定性を有する機構が発達していたため、急行旅客機にもこの配置の機関車は多かった。一方イギリスではこの形式の機関車がほとんど出回らず、ルナーが1925年に製造した P1 型が第1号だが、試作機であるこれ2台とこれを少し拡大した量産機。 P2 型6台の合計8台しか、標準機では2から8から2のテンダー機関車は存在しなかった。ありがとうございます。